笹栗春ランマンハイキングの出発地点には大型連休の初日を迎えた家族連れなどが集まりました。あいにくの雨の中、雨具を身につけた参加者たちは色鮮やかな新緑を眺めながら歩みを進めました。急な坂がきついので、はい、いろいろと登って頑張りたいです。一緒に来ていいですね。コロナが落ち着いたしね。新型コロナの影響でこのイベントが実施されたのは4年ぶりです。午後からは町内で活動する吹奏楽団の演奏会や RKB ラジオのパーソナリティによるライブステージも開かれる予定です。